ホワイト・ロバート・ M ・ホワイト・アメリカ空軍のテストパイロットである。1960年代にロケット実験機 X-15 で多くの記録を樹立した。近代的な軍用機の設計、開発を統括した。ニューヨークに生まれた。1942年11月陸軍航空隊に航空士官候補生として入隊し、1944年2月にパイロットとなった。 1944年7月からヨーロッパ戦線に戦闘機パイロットとして参加するが、1945年2月、ドイツ上空で撃墜され、終戦まで捕虜となった。帰国後の1945年12月、現役を離れ、ニューヨークのミッチェル空軍基地の予備役となり、ニューヨーク大学で電子工学を学んだ。1951年に学士号を得た。 1951年5月に朝鮮戦争が始まり輸送部隊のパイロット及び技術士官を務め、1952年2月には日本に基地を置く第40戦闘機スコードローンで戦闘機パイロット飛行指令を務めた。1953年8月帰国しグリフィス空軍基地でシステムエンジニアとなった。エドワーズ空軍基地のテストパイロットスクールに入り、 ベストパイロットになり、回マイナス86セーバーや回マイナス89、スコーピオンの発展型、回マイナス102デルタダガーや回マイナス105、サンダーチーフなどの新型機の飛行試験を行った。飛行試験部門の副責任者を経て、有人宇宙機部門の副責任者となった。1958年に、X-15 開発計画の空軍の主パイロットに任じられ、 アラバマ州のマクスウェル空軍基地の空軍司令、スタッフカレッジに加わった。1960年4月15日2台の水力 71KN のロケットエンジンをつけた X-15 で初飛行し、4ヶ月後、ロジャース観湖上空で4万1500メートルの飛行を行った。 1961年2月、エンジンを水力 254KN の XLR-99 に換装した X-15 で時速 3660km の非公式速度記録を樹立し、その後の8ヶ月間にマッハ4、マッハ5を突破した最初のパイロットとなった。1961年11月9日、マッハ6の速度記録を樹立した。 ホワイトと同僚の3人の X-15、パイロットは、アメリカの権威ある航空の賞、ロバート・ジェイ・コリア賞を、ケネディ大統領から授与された。ホワイトと共に受賞したのは、NASA のジョセフ・ウォーカー、アメリカ海軍のフォレスト・エース・パターソン、ロッキード社のテストパイロットのスコット・クロス・フィールドの3人である。アメリカ空軍のカーチする名将軍は、 ホワイトのためにコマンドパイロットアストロノートという階級を送った。1962年7月17日に X-15 で96000メートルの高度記録を樹立したこの高度はアメリカの定義で宇宙空間であり最初の有力飛行での宇宙飛行に成功したパイロットとしてアストロノートバッジを受けた。 テストパイロットを終えた後、ドイツやベトナム戦争での任務につき、1966年から、K-111 や F-15 の開発の責任者などを務めて1982年に退役した。パイロット、ロバート・ホワイト・ダイズ、ファースト2号マッハ4、5&6、ヤフーニュース。ありがとうございます。